支援と遊ぼう2015の開会式を行います。まずはじめに実行委員長山口忠宗がご挨拶を申し上げます。皆さんおはようございます。今日もですね、自然と遊ぼうの日になりました。一番心配しておりました天候だったんですが、皆さんの普段の行いが良いおかげでですね、晴れてくれております。これもですね、今のよく考えてみますと1989年ここで開催いたしました。それがスタートでありまして、27年目になろうかとしております。その間ですね、普賢岳災害の時に平成3年と4年2年間中止をいたしております。そしてまた復活してまいりました。まあ、その当時とですね、今一番違うのは、子どもたちの数ではなかろうかというふうに考えます。当時においてもですね、いろんな地域で小学校の閉校が相次いでおります。まあ、そういった中にですね、一番大切な子どもたちと自然の中で皆さんで触れ合おうじゃないかという、めったに自然に、接することがない田舎にあってもですね、自然で遊ぶことがない子どもたちが増える中、一生懸命私たち大人がですね、育てていこう、たまには叱っていこうというためのイベントでございます。まあ、27年間も続けられたのはですね、南島原市さん、それと市の教育委員会さん、本日は、松本市長さん、永田教育さんにもおいでいただいておりますが、市のですね、教育委員会、市の最大のご理解とご支援がなければここまで続けることができませんでした。本当にありがとうございました。で、今日はですね、いつものようにオープニングをですね、有江中学校吹奏楽部、指導者の松本先生のおかげですね、ずいぶん、力がついておりまして、本当に全国大会に行っていいんじゃないかというぐらい力がついております。そして、副長の武装太鼓、今日はちびっこの方ですね、いつもは東北震災ですとかいろんなところで活躍しております武装大工さん、それと、私の年配の方にですね、本当に懐かしいベンチャーズサウンドの、パンチャーズの皆さん、そういったことで続いてまいります。そうめんの方もですね、約100キロ2000食分用意いたしました。ラインが100メートルあります。これも25日の竹切りからですね、今日の準備まで、相当の人数の方がお手伝い願っております。そういった関係で今日もですね、いろんな子どもたちの笑顔と笑いがですね、見られますよう、各団体の皆さんと共に協力しながらやってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。で、来賓の挨拶でございます。今まで南島原の市長さんにおいでにいただくというのはめったになかったんです。今日は南島原の市長がわざわざおいでになっていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ただいま紹介をいただきました南島原市長の松本雅弘と申します。私も初めて来ました。本日は自然と遊ぼう2015にお招きをいただきまして本当にありがとうございます。このイベントは有江地区の町おこしグループよってみゆかいを中心に老人クラブ PTA 子ども会や民生委員の皆さんで自然と遊ぼう実行委員会が組織をされ、ご家族や子どもたちに自然の中で自由にゆっくりと過ごしてもらい、子どもの成長を祝い、体験交流を深めることが目的だと聞いております。この自然と遊ぼうの中でもそうめん流しには毎年長蛇の列ができるくらい好評で、ゴールデンウィークの恒例行事として地域に定着をし、皆さんが楽しみにされていると聞いております。実行委員会皆様の献身的な協力と取り組みに対し、
心から感謝を申し上げます。さて、長崎県教育委員会をはじめ南島原市においても心猫運動家庭の日を提唱しておりますが、この運動は学校、家庭、地域が連携することにより、みんなで子どもを育てる地域運動を展開し、子どもたちの健やかな心を育てることを目指すものでございます。まさに心ネット運動家庭の日を実践する催しではないかと思っております。私もこうして自然の中に立ってみますと、爽やかな空気を感じ、改めて自然の素晴らしさを感じております。今回はそうめん流しや各種技ゲームの他にも有江中学校の吹奏楽部の演奏、フィールドアスレチックなどたくさんの催しが予定されているようでございます。ご来場の皆さん、今日はこの広い公園の中で思い思いに自由に過ごしていただいて、心ゆくまでゆっくりと楽しんでいただきたいと思っております。私も楽しみたいと思っております。本日は本当にありがとうございました。教育長永田良二様でございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。特に市長に関しましては、皆さん選挙の時にお願いしますってスーッと行きますからね、めったに顔を見ないと思いますから、じっくり今日は見といてほしいと思います。続きまして、参加団体のスケジュールの公表かれこれを事務局よりお願いをいたします。皆さん、おはようございます。それでは代編されております校長先生と吹奏楽部の顧問の先生を紹介いたします。有江中学校木崎佐敵校長先生です。有江小学校永田義弘校長先生です。新霧小学校矢島俊明先生、校長です。鎌ヶ小学校宮城ひばあき教頭先生です。堂崎小学校山田恵子校長先生です。次に吹奏楽部顧問の松本先生です。次に参加団体と内容をご紹介いたします。よってみゅう会、そうめん流し約100キロです。1回目が11時30分から、2回目が12時30分からです。次に有江地区老人クラブ連合会グランドゴルフをしていただきます。子どもたちも参加できますので、皆さん一緒に参加してください。有江中学校吹奏楽部演奏をしていただきます。有江地区民生児童委員協議会ゲームで射的、魚釣り、綿菓子をしていただきます。新霧小学校 PTA ゲーム、ストラックアウト、シューアイスの販売をしていただきます。次に鎌ヶ小学校6年生カレー、フランクフルート、ジュース、コーヒーです。堂崎小学校 PTA かき氷、フランクフルト、串焼きです。有江小学校 PTA ポン菓子、ホットドッグ、アイスクリーム、飲み物です。次に武蔵大子さんの体操の演奏です。次にパンチャーズバンドの演奏をしていただきます。またたくさんの市内の有志の方々がそうめん流しなどをお手伝いされております。
次に本日のスケジュールを簡単に説明いたします。開会式終了後10時15分から有江中学校吹奏楽部の演奏です。各団体の販売活動開始になります。10時30分から無双太鼓の演奏、10時45分からバンチャーズの演奏です。11時30分からよってみゆ会によります1回目のそうめん流しです。12時30分から2回目のそうめん流しです。1時からクリーンタイムです。全員参加者全員によりますゴミ拾いです。皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。2時にすべて終了となります。閉会式は実施いたしません。自分たちで出したゴミは持ち帰ってください。2時10分に帰りの最終バスの出発になります。以上です。本日はよろしくお願いします。ありがとうございます。これをもちまして開会式を閉会といたします。ありがとうございました。